こんばんは、キスケです。ということでですね、ウルトラスーパージャネンバの性能紹介ということで情報が出たので、一緒に見ていこうかなと思います。はい。さて、ゆるレジェで発表されたタイミングでもうすでにやばいなっていう雰囲気はあるんですけど、その全貌が明らかになるんで、ちょっと見ていきましょうよ。はい。カウンタータイプのユニークゲージを所持したウルトラレアリティのスーパージャネンバが登場。敵への弱体化や豊富な体力回復手段、カウンターによる守りの性能、そして高い余ダメージから繰り出される出血付きの必殺、究極技による、攻撃性能と、攻守に優れたオールマイティキャラクター、その特徴の一部をご紹介と。この辺飛ばしていくか普通に能力見ていきましょう。じゃあまずはメインアビリティから見ていきます。メインアビリティ、敵の火ダメージをカットん火ダメージカットをマイナスしつつ、自身が受ける能力低下状態異常を解除するメインアビリティ、敵の手札を全て破棄し、行動も制限できる強力な性能、究極アーツカードをドロー、体力 30% 回復、気力50回復、自身の能力低下状態異常を解除、敵が発動する火ダメカットの効果を 30% マイナスで、敵の手札を全て発揮。まあ まだ全然強いけど、あるよねっていう感じの能力っすね。よかった。まだ驚きはないな。ウルトラやったらこんぐらいあるでしょうっていう感じで、 Z アビリティは、再生と劇場版っすね。で、ウルトラアビリティは再生が起点かな、確か。そうね、再生が起点になってます。で、打撃アーツ。そうですよね。当然のようにアーマーついてますから。そうですよね。で、極出血 30%。強い。打撃アーツ1枚で分かる強さ。で、射撃アーツ。敵に火ダメージ 10% アップの能力低下。で、必殺アーツ、ヒット時に 100% 極出血を付与し、敵の特殊アーツも封印。斬撃属性の特大ダメージ、発動時、必殺余ダメージ 40% アップ。ヒット時、敵に以下の効果を発動すると、火ダメージ 20% アップの能力低下、特殊圧を封印10カウント、長い。長いっすよ。で、極出血を 100% で付与。特殊圧封印10カウントは長いね。長くね？こいつのなんか手札封印とか、なんかコストアップとか、すげえ長いな。で、特殊圧10カウントってことは、例えば遠距離でちまちま、ガン待ちしてるカウンター持ちのベジットブルーとかさああいうのに対して攻めていけるってことでしょ。必殺圧当てれればの話やけど、それは嬉しいよね。で、次特殊圧、はい、気力回復とカードドロー効果を持ったコンボに組み込みやすい特殊圧か。なるほど。打撃圧をドロー、気力を50回復、打撃余ダメージ 20% アップ、自身に待機カウント2カウント短縮の能力強化、敵の気力を50減少、敵のドラゴンボールを1つ減らす、発動回数3回。でもって感じじゃない？正直。ドラゴンボール減らすのは結構強いかなっていう感じもするし、待機カウント2カウント短縮するのも強いなとは思うんですけど、特殊カボチャに向こうとかもね、つかないんで、結構良心的というかそこまでなんか踏み込んでないなという感じはしますね。で、お次、気球ガーツ、はい、効果力かつ敵の踏ん張り効果を無効化する究極圧と、はい、敵に斬撃属性の超特大ダメージを与える。発動時、自身2回の効果が発動すると、究極用ダメージ 20% アップ、消去不可で発動回数2回。はい。2回です。なぜかは、ちょっと覚えておいてください。敵の体力が0になったとき、踏ん張り無効ですよね。で、ヒット時、敵の気力を60減少。
敵全体に極出敵全体敵全体に極出血を 100%。 マジ？必殺アーツは？必殺アーツは違うよね。よかった。敵全体に極出血？これ地味にやばくね？やばいよね。まあでも控えダメージとよう似たもんになんのかな？わからんけど。まあ、当然アーマーついてると。はい。でまあこっからっすよね。問題はユニークアビリティ。ちょっと黄色のところはね、長いんで、まあ飛ばします。はい。白いところから読んでいきましょう。バトル開始時、ユニークゲージを 100% 増加。もうまずこれがおかしい。で、余ダメージ 150% アップ。で、非ダメージを 70% カット。ドロ速1段階アップ。全アーツコスト5ダウン。1カウントごとに体力が徐々に回復。これちなみにカウントついてません。永久です。試合が終了するまでこいつは回復し続けます。で、敵が発動する気力減少の効果は無効化。60カウント。まあ、最近 PVP で当たるっつったら、新バカ野郎。うん、5回だけ気力減少ついてるよね。あれも無効化できるし、あと、まあ、ザマス。あれも無効化できると。で、60カウントってことは、ホープソードの気力100ダウンも無効化できるよね、ワンチャン言うと。それもやばくね。それも強いなとは思いますよね。60カウントあったらワンチャン、ワンチャンっていうか結構な確率でホープソードのユニークゲージマックスになりそうなんで、あの辺無効化できんのバチクソ強いなっていう感じはしますよね。で、場に出ると手札3枚以下の場合カードを1枚ドロー、まあ、使いやすいね。で、気力30回復で敵全体に被ダメージ 15% アップの能力低下、15カウント、敵全体に打撃射撃コスト5アップの能力低下15カウント。これ長いよねコストアップ。で、敵全体に特殊必殺アーツのコスト10アップの能力低下、これもまた15カウントですね。発動回数は1回で、敵全体に体力非回復量 30% ダウンの能力低下15カウント。いや、デバフがね長いこいつ。うん、めちゃくちゃいやらしい。で、戦闘不能なバトルメンバーがいると、ユニークゲージを 100% 増加、手札が3枚以下の場合カードを1枚ドロー、属性相性不利無効5カウントか。うん、デバフは長いけど自身のバフはちょっと短めって感じか。で、自身が打撃射撃アーツを使用するたびに以下の効果が発動すると。体力 3% 回復、気力10回復、余ダメージを 20% アップ、敵がカバチェンジに発動する専用アクションを無効化5カウント、交代時にリセットと。まあちょっと短いね、特殊カバチェン無効は。まあでもあんま関係ないのかな、どうなんやろ。5カウントでしょう。どうなんやろな。まあでも十分か。ないよりいいかっていう感じっすよね。うん、でしかもまあ体力回復もするもんな。めちゃくちゃしぶとそうやね、ジャネンバ。無制限に回復するし、メインとかでもね回復するもんね。で、ユニークアビリティが2ですね。次、射撃アーツの攻撃に対して特殊カバチェンを持ってると、追撃可能が必殺アーツで、場に出てるときまたは控えにいるときにユニークゲージが徐々に増加。これがねゴジータブルーとは違うところなんですよね。自身のユニークゲージが最大値かつ自身が以下の状態のとき敵の打撃アーツ、または一部を除く突進技などの必殺特殊アーツに対して、ユニークゲージを全て消費してカウンターが発動すると。発動回数3回。いやー打撃カウンターですよ皆さん。終わり。いやそうですか、そうなんだよな。失礼。まあでも違うところが、ゴジブルは攻撃受けるとユニークゲージが溜まっていくんですけど、まあ、こいつはそういうことじゃないもんね。ただまあ控えにいててもユニークゲージが溜まるんで、まあその辺は分かりやすいかなとは思うんですが、ウルトラブームみたいな感じなのかな、おそらく。ね、あ
あんな感じじゃない？溜まる速度的にも。で、カウンター発動時ですね。はい。カウンター発動時、自身に以下の効果が発動すると、手札を1枚破棄して究極アーツをドローします。これが意味わからないんだよな。強すぎじゃね？さすがに。アタオカじゃない？これ。やばいよね。で、しかもまあ、あれっすよ。試合開始時にユニークゲージ 100% 増加っすよ。で、究極アーツの性能もめちゃくちゃ強いっすよ。だってこれ。あ、こっちじゃねえや。こっちか。これ。敵全体に極出血っすよ。試合の序盤で極出血ぶっ飛んでくるんすよ。超特大ダメージの。やばくね？それって。めちゃくちゃ強いぞ、これ。で、体力 20% 回復。回復しすぎ。で、気力50回復。で、バニシング 100% 回復。で、受ける非ダメージの属性相性振り向こう。うん。で、泥速1段階アップと。はい。いや、強すぎだろ。強すんぎ。で、場に出てるとき、敵が究極覚醒、またはライジングラッシュを発動時、味方の体力10% 回復、味方の待機カウントを10カウント短縮、敵の能力強化、状態強化を消去。終わり。こいつはやべえぜ。怪物だ。いや、これはちょっと。いや、どうなんやろな、これ。ベジブル死ぬと思う？これで。怪しいよね。まあ、試合序盤、もう最序盤に関しては、ブーで受けちゃえば、相手の打撃圧も一方的に完封できるんで、ベジットブルーの。そこはね、超強いと思うわ。基本的にベジブルってさ、なんかユニゲー7割ぐらい溜まったら射撃アーツかまして特殊カバチェンかわして、でそのまま打撃アーツつなげてユニークゲージマックス、ほんでまたそっからコンボつながるみたいな感じで、まあじゅんぐりじゅんぐりサイクルがあると思うんですけど、まあそれは効かないよね、邪念場に関しては。だからベジットでコンボ取られたら速攻邪念場に切り替えて、はいお前打撃アーツ打てませんよねっていう状況にしちゃえば、今度コンボ強制的に終わるんで、そんな試合序盤からね、究極アーツ食らいたくもないでしょ、相手。ゴジータブルーの必殺アーツでさえ食らうの嫌やのに、味方全体にぶっ飛んでくる極出血究極アーツがすっ飛んでくるっていうのは、かなりの恐怖でしかないと思うんだよな。でも、あとはどれぐらいの速度でユニークゲージが溜まるかなんだよな。おそらくブーと同じぐらいだと思うんすよね。で、発動回数もう3回ですし、ここに書いてる通り3回やから、まあそんぐらいのペースで溜まるんちゃうかなとは思うんですけど。で、生存力も高いよね。うん、こいつ踏ん張りとか復活とかはついてないねんけど、まあ、ライジング発動されたら待機カウント10カウント短縮して、だから味方のね踏ん張りとか、まあそれこそライジングカウンター持ってる悟空フリーザとかに変えて、なんとかやり過ごすみたいな、そういうこともできるし。で、これよ。敵の能力強化、状態強化、消去。だから、あれよ。ベジブルとかゴジブルのライジングラッシュ、踏ん張り向こうついてますけど、それも消去ですよ。はい。いや、かなり、強いよ、これは。でも一応これあれか。敵が究極アーツ使ってきたら、ライジングラッシュには発動できないのか。発動回数1回やもんね。まあでも、ライジングより究極アーツ先っていう方が珍しいか。まあよう分からんけどな、今の環境は。結構バラバラやから。うん。溜まる速度ね。いや、これはどうなんでしょう。まあまず、これだけ、これがあるんで、10カウント短縮があるんで、もう、なんでもござれっていう感じっすよ。正直言うと。で、打撃カウンターも持ってる。もうこの2種類あるだけでぶっ壊れ。で、5カウントやけど、まあ、特殊カバチェン向こうも持ってると。ね。自分の使いたいタイミングで使えると。しかもね。で、敵へのデバフ。これがね、地味に俺強いと思うんだよな。長いよ。15カウントは。うん。打撃、射撃のコスト5アップ5カウントでしょ。15カウントでしょ。長いて。
で特殊必殺のコストも15カウントアップでしょ。長いわ。あ、いやこれはねかなり強いと思いますね。はい、っていう感じですかね。うん、いやーこれはまたとんでもないモンスターが生まれてしまいましたよ。まあ邪念馬なんでね、まあ極悪な性能にしてもらえて俺は嬉しいけど邪念馬別に好きじゃねえって人からするともう地獄じゃねえこの環境どないですか。はい、っていう感じでした。よければ皆さんのね邪念馬の感想を聞かせてください。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。